新たな遺跡はこの階段を降りた先だ。随分と大きな石像ね。論下では様々な動物を神獣として崇めていたはずだけど、これはどう見ても普通の動物じゃないわね。とっても迫力がありますね。なんだか生きてるみたいです。そしてこちらはおなじみのフクロウの石像ね。閉ざされた扉はこの奥にある。見ての通り、片方の台座にだけフクロウの石像が置かれている。以前のように空いた台座に石像を運ぶという試練だろうか。それにしては単純すぎるわ。一見すると妨害する機構もなさそうだし。待って、ここに論下文字が刻まれているわ。何時、英雄の眠り妨げるは封印されし神獣呼び起こすと知る。ちょ、待ちなさい。何が起こってんの。こうなったらやるしかないよね。
元の部屋に戻ってこられたようね。あなたのおかげで、とんだ試練を受けさせられたわ。まあまあ、これで扉の封印も解けるんだし、結果オーライだ。英雄の眠り妨げるわとのことだったわね。大体見当はついているけど、果たして。やっぱりここは霊廟だったようね。埋葬されているのはおそらく古代ロンカ帝国の英雄。あの壁画に書かれているのはビース族の魔導師。まさか大魔導師チュナの墓だというのか。とても高名なロンカ時代の英雄だ。その魔法は神のごとく強大で、悪しき軍勢を蹴散らし平和をもたらしたという。てっきりおとぎ話だと思っていたけど、本当に存在したんだね、シュナって。私は信じてました。星の雨が降り、英雄大いなる力に覚醒せん。言い伝えによると、大魔導師チュナは真実を見抜く目や心の声を聞き取る耳を持っていたそうだ。それが事実なら間違いなく超える力ね。だとすれば、なんてこと。全ては偶然ではないのかもしれない。世界に降り注ぐ星の雨、流星雨を見た者は異能に目覚める。それは原初世界でもたびたび報告されている事象なの。その理屈は用として知れなかったけれど、一つ仮説を立てることができそうだわ。ここに描かれた流星雨の絵、忌憚な御影堂で見た終末の壁画に似ていなくて、あるいはエメトセルクが見せた終末の光景に。あなたも世界を焼き尽くす無数の流星を見たはずよ。水晶工たちが作ってくれているソウルサイフォンしかり、魂と記憶というのは密接にして繊細な関係を持っている。私たちの魂のどこかに遠い過去に見た終末の風景が焼き付いていたとしたら、それに似た流星雨を見た時に何かしらの反応があるのかも。そうね、そうだわ。超える力については未だエーテル学的な解明がなされていない。だとすれば、終末の早期によって発露する人が分断される前の古代人だった頃の力という可能性も。ごめんなさい、私としたことが
何の根拠もない憶測を語りすぎたわ。エーテル学を治める者としてあるまじきことね。なんとかこの説を裏付ける証拠が欲しいところだけど、それはここで見つかるものじゃない。ただこの壁画を見ていたら、あの幻影都市で目にした終末を思い出してしまったというのは本当よ。そう、エメとセルクは最後に彼らが生きていたことを覚えていろと言ったわ。我ら守り手が遺跡を守ってきたように、ロンカは過去から受け継がれたものを大切にしていた。しかしだからこそ、戒めを込めた過去を明かす者、時の者にあらずということわざを持つ。その意味はこうだ。過去を読み解いたつもりでいても、読み解いているのが今を生きるものである以上、今の観点や願望が必ず入るということ。確かに一理あるわね。私たちは幻影都市で終末を目にしたけれど、そこで感じたことには私たちの常識や思想による影響が少なからず入っていたはず。エメとセルクが守っていた真実を正しく継いでいくのは存外難しいことなのかもしれないわ。さて、これ以上ロンカの英雄の眠りを妨げるのも悪いわね。そろそろファノブの里に戻りましょう。Who's this? I hope we can say I'm a friend. Listen, you creep. It's not your money we want. It's your ass. I'm sorry to hear that. What the fuck is this piece of shit? Like, comment, and subscribe, or I'll break your fucking legs.